マジ寝そうになって、やばいやばいっつって、やばいショルムと思って、一旦ね、この後、そうですね、レッスンに行きます。一旦帰ってきたんですよね。なんか不思議ですね、今日公演があったんですけど、このあと僕隊か、もう僕隊やってるかなんですけど、今日初日だったんですよ。そのー今日は誰に恋をするか公演。さあ、私はですね、大森ちゃんのポジションでした。大森ちゃんのアンダーです。そう、なのでユニットは臭いものだらけで、マジハモリがマジできなさすぎても。ああ、じゃあじゃあ、リハは結構2人が付き合ってくれてハモリだからやったんですよ。でできたんですよね。あ、できてるできてるってなってたんですけど、マジ本番できなさすぎて、てか初っ端の間違えたし、もう踏んだり蹴ったり、あ、でも結構間違えたんですけど、まあまあ、でも初日にしてはいいかっていう感じかって。なんかとりあえず初日が無事に迎えて終わったから一段落だって感じでね、そう、よかったなーって思います。まあなんか結構ユニット予想だと、まあ一人思い臭いものだらけ負け男らへんがみんな的にもなんかユニット来そうだなっていう感じだったと思うんですけど、結構予想でね、くせ者だらけって言った人もいたんで、まあ当たってる人は当たってるのかなっていう感じかな。うん、そう、だからそうですね、うん、眠すぎて何も頭が 働いてませんけど、でもまあまあ、朝は早かったですよ、マジ。もうでも帰ってくんのまあまあ遅いんで、今日終わるのがシンプルに眠いですね。ええみたいな感じですけど、そう、何回だと思ったら忘れたんだけど、何回だと思って忘れたんですよね。感想をなんか言おうと思ったんですけど、何に対しての感想を言おうかと思ったのか忘れちゃった。なんだっけ、まあ、いっか。大したことではない。だからもう今日は朝、鈴木のさ、リハでも歌ってさ、今日は朝も全曲歌って、だからもうなんか声がもうね、ちょっとガサガサ。もう、おやすみですね。今日はね、15人でねお送りしました。だから本来16人だったんですけど、ちょっとね無理だ、そらちゃんがね、そう出れなかったので、
なるが一人思いを覚えてくれて15人でねやりました。だからいろいろと本当だったらハッピーエンドの歌い出しとかゆいゆいのアンダーだからソロだったりとかするんですけど、ね、佐保さんが代わりに歌ってくれたりとか、なんかちょっとこうみんなね立ち位置も若干ずれてみたりとか、助け合い精神ね、そうね、昨日そうもう出れないって分かってたから、あ昨日じゃない一昨日か、一昨日28日の時にはもう出れないって分かってたから、なるなんかその初日メンバーじゃないメンバーでユニット的にその3曲目じゃないですか。だからユニット的にできるってなると1番目か最後の人なんですよ。1番目だったら臭いものだらけだから、で初日じゃないメンバーってなって、なるってなって、えなるもうなんか私覚えますよみたいなことを言ってくれてたっぽくて、それでなるが覚えたんですよ。そうさすがですよねさすがなる。なんか歌むずいよね、一人思いもめちゃくちゃ。なんかね低いのと高いのの差が激しいなって一人思いも思いますね。臭いものだらけも結構そうなんですけど、一人思いも溶けてきたいのが高いし、歌うメロの平メロが低いパートの人は低いじゃないですか。だから結構難しい歌だなって思って、でも私一人思い大好きなんですよ。なんかあの曲のメロって言いたいんですかね、なんて言いたいのなんか、なんかあの私が好きなのガンダムシードとかシードデスティニーとかにありそうな曲、なんかアニソンみたいな曲じゃないですか。タララ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 のここのメロとかがすごいそのガンダムとかにがありそうなあのメロな感じがしてて、私個人的にすごく今回のセットリストであの歌を聴いた時にあのすごい思ったんですよね。個人的にその好きだからなんかそれっぽいってすごいあのめちゃくちゃ一番最初にそれを思って、そうめっちゃいい歌だなと思ってそう。でもユニット私結構ね全部好きなんですよね。テディーボーイとかさもうザ可愛いじゃないですか。ファンの人とかもメロメロになっちゃう感じじゃん、結構好きでしょああいう感じのユニット、王道って感じで可愛いしさ、まあ、臭いものだらけもさ難しい、まあ、かっこいいって言えばかっこいい感じじゃんね。あと何タブーの色もめっちゃ、個人的にタブーの色ダンスめっちゃ難しいんですけどめちゃくちゃ好きなんですよね。振りとかもめっちゃ好きで、結構めっちゃむずいんだけどあの振りやったことないんだけど、でもね歌はねすごい、8でもねなんかコンサートとかでメンバーがやってたの見てたりしてたから結構好きな曲だって、そう結構ねあの白い衣装といい感じにマッチしてて結構ね素敵ってすごい思って、ねあと何一人思いでしょ、テディーボーイ、負け男、あれこんなユニット少なかったっけ、負け男、テディーボーイ、タブーの色、一人思い、臭いものだらけ、3人、4人、
なのでしょ。で、9、9、13、3か。あ、じゃあ合っとるわ。なんか負け男も、私 MT 公演のユニット負け男だったんですよ。負け男も似合うって言われてて、そう、負け男の衣装、結構みんなね、初日メンバーのやつ見ててもみんな衣装似合うなーっていうのをハルピョンと喋ってたんですけど、今日のメンバー、その初日のメンバー、初日っていうか、そう、今日初日だったメンバー、アンダーのメンバーね、アンダーのメンバーのみんなも見ててもめちゃくちゃ似合ってて、てかなお一番似合ってたのが綾音が、あのオンさんの衣装なんですけど、めちゃくちゃ似合ってて、こう楽屋でね、モニターで見えるんですけど、こうたまたま見てて、で、そしたらゆりさんが「めっちゃ綾音ちゃん似合う」って言ってて、え、そう思いましたよね」みたいな、「私もめちゃくちゃ似合ってたって思ったんですよ」って言って、え、似合いますよねっていう話でめっちゃ盛り上がったんですよ。あの衣装の形が綾音めちゃくちゃ似合ってて、なんか綾音って結構童顔で可愛い系なんですけど、あの衣装を着ると、あ、めっちゃ大人って思ったんですよ。それをゆうりさんと喋ってたんですけど、その童顔が出てなくて、すごい本当に年相応っていうか、大人の女性っていうのがめちゃくちゃ大人の女性だったんですよ、しっかり。そうだから、うわ、めっちゃ似合いますよねっていうのをゆうりさんと喋ってて、で、楽屋でめちゃくちゃそれで盛り上がったんですよ、ゆうりさんと。そう、先輩さすがですね、当て込みって言って 喋ってたんですけど、めちゃくちゃ似合ってて、大人っぽい感じで、そうだから、すごい大人の女性って感じでね、めちゃくちゃ良かった。圧倒的に可愛いイメージが多くて、なんかあの中で本当に顔で言ったらテディーボーイぐらいいけるんじゃないかっていう感じで、メンバーはさ、うちも言ったの、え、ユニット何なの？テディーボーイって言ったら、いやいや、なわけ、何歳だと思ってんのって言われたんだけど、綾音に。でも他の誰かのメンバーも、綾音さんユニット何ですか？みたいな、テディーボーイですか？みたいな、同じこと言われてたんよね、後輩に。だけど、でもすごくあの衣装めちゃくちゃ似合ってた、オンさんもめっちゃ似合ってたんですけど、めちゃくちゃ綾音も似合ってましたね。なんか今回結構いい具合にアンダーも、その初日メンバーも、まあ、背丈だったり雰囲気だったりを似たようなメンバーにね、こうユーリーさんがすごい、なんだろ、組み込んでくださってるっぽくて、そう、私大森ちゃんとね、背丈もすごく一緒で、そう、体格的にも結構似てるんですけど。ね、ユニットも、まあね、ああいう感じのユニットじゃないですか、私的に。だし、それこそ、なんか、今日の MC でも言ってたんですけど、ゆりさんが。なんかこう、性格が悪い女の子を例えにゆりさんを出してたんですけど、性格が悪い女の子、性格が悪い女の子、みたいっていうか、ね、会ってほしいみたいな、こうフロントにしたみたいな風に言ってたりとか、結構ゆりさんも、そのメンバー、誰がセンターにするかとか、多分、どういうメンバーにするかって多分、すごい考えてね、決めてくださった。だって、ダウンタウンホテル100号室とか、下尾がセンターなんですよ。めちゃくちゃ似合いません？すごく似合ってるなーって、個人的に。下尾ってやっぱりそういうイメージがすごいあるじゃないですか。だからなんかすごい、似合うなーと思ってたんですよ、その初日の公演をこう見た時にね、ぽいぽいって思ってたんですよね。だから結構メンバーとか、可愛いメンバーとか結構可愛い曲が、頭の方に配置されてたりとか、結構してたりとかするんですよ。だから、ああ、そういうことかなーっていうふうにね、個人的にね、思ったりもしたりとかして。ねえ、今日はりんちゃんが卒業が4月4日なので、もう最後だったんですよね。りんちゃん、この1公演のために覚えてくれてて、
そうそうそう。そう、なんかファンの人が、でもなんかやっぱりみんな卒業公演に入りたいっぽいから、なんかあんまりファンの人いない、いないみたいなこと言ってたんだけど、そう、なんかあんまり投げてこんなことかもみたいなこと言ってたんだけど、凛ちゃんも最後にこの公演でっていうので、ね、覚えてくれて、凛ちゃん覚えないと思ってたからさ、うちでも卒業しちゃうじゃん。でも覚えるって待ってたから。最後に凛ちゃんと、まあ凛ちゃんのね、卒業公演に私出させてはもらえるんですけど、なんだろう、その卒業公演じゃない公演でフルでね、一緒に出れたのはめちゃくちゃ嬉しかったなって思うし。そう、よかった、最後に一緒に出れてと思って、すんごい楽しかったです。死ぬほど緊張しましたけど、っていうかさ、さっきさ、家帰ってくる途中でさ、電車にさ、電車にっていうか座ってる時にさ、思いっきり肘をぶつけたの。肘の横っていうのかな、めっちゃ腫れてるんだけど、ポコーンって。ああ最悪。なんかめっちゃ腫れちゃって、すっごい今痛くて、手が上がんないの今、やばくない？左手をぶつけてしまって、思いっきりで腫れちゃって、なんかね、すごい手が上がんなくなってきちゃったなと思って、いや揺れじゃない、普通に座ろうと思って、思いっきりバーンって、荷物が多かったから結構ね狭いじゃん、座ろうと思ったら肘がバーンってぶつかっちゃって、一番端っこの席だったのね。そのだから端っこのさ、こう出てるとこにぶつけちゃって、思いっきり。ねえ、すごい痛いなと思ったら腫れてますね。うん、めっちゃ痛い。そしてね、手が上がらなくなってしまって、腫れてるおかげで。そう、左手が全く今上がらないんですよ。やばい。ウケる。でね、今ね、家に湿布がなくて、バンテリン塗ってるんですけど。バンテリン塗ったんだけど、どうにかなるもんなんかな。冷やすんか。冷やそう、後で。いやー、めっちゃ痛い。やっちまったぜ。腕が上がんない。これからレッスンですね。ははは。でも、基本、マイクは右、マイク左で、振りって基本右振りなんで、ま、手上がんなくても大丈夫です。基本的に。基本的に、右手上がんなくてもなんとかなるでしょうっていう思いで、はい、思っています。とりあえず本番までに、あさってまでに治ってくれたらいいかな。あさってちょっと仕事っていうか、まあ、別に腕は関係ないんだけど、シンプルに支障がってことで。 そう、やばいね、やっちったやっちったー。 まさか不意なところでぶつけるとは思わなかったね。なんかああいう狭いところの移動本当苦手なんだけど、やっちったけど、まあいいや、3日までに治ればいいや。3日までに、ちょっとそれ以外はちょっとおとなしくぶら下げときますわ、腕を。まあでもたまにやるんですよね。何年か前にも一回やったんですよ、思いっきりぶつけて腕上がんなかったこと。そう、そうなんですよね。まあまあまあ、たまにあるんでね、またやったわって感じで、あんまり重く考えない方がね、うん、いいんで、こういうものは。やっちったぐらいで、うん、やっちったんぐらいでね、いいんですよ。まあそんな感じでね、ちょっとそろそろ終了にしましょう。もうちょっと、もうね、この後レッスンめんどくさいからメイク落として、ちょっと準備して、おお、ちょっと10分ぐらい寝ようかな。マジ眠たい。なあ、眠たいよ。
またみんな感想とかをね、SNS で教えてください。てな感じ、間違えた。てな感じで、13位、しんどさん、12位、すがさん、今日お見送りだけだったけど、会えて嬉しかったって、ありがとう。11位、間違えたよ、11位、ぬぬむさん、14日やんさん、えなちゃんのパメント最高でしたって、イエーイ。9位、つかいしーさん、8位、あきゆこさん、7位、わいもちゃん、劇場で早く見たい。いや、マジそれな。6位、りっきさん、公演最高楽しかったです。いや、ありがとう。これ、はるたやさん、劇場で見て、の推しに本当によかったと思う。おー、それは嬉しいな。ありがとう。あ、間違えた。4位、ゆみがん、それなちゃんの声見えて幸せだって。いやー、ありがとうございます。さあ、ひでゆきさん、おねもね、めってたよ。いつも君に恋してる、大好き。いやー、今日は誰が恋する公演ですからね。そして2位がザックさん、劇場で見るのちゃんはやっぱり最高でしたね。そう思いますわ、やっぱり私は。うん、そうですよね、すごいそう思います、自分なも。そして今日の第1位はナーラブさんです。ありがとうございます、イエーイ。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。無事にね、ゆりさん公演初日を終えることができました。これからもっと頑張って、臭いものだらけ頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ遊びに、もし当たったらね、遊びに来てください。ってわけで今日も見ていただきありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。